come out to it if they're on here. Coming at you live after FanFest, the first day. And we managed to grab Kumi Tanioka and Naoshi Mizuta. They took some time out of their really busy schedules, practicing and performing to talk to you guys a little bit about the really great concert we have coming up September 22nd out in Berkeley. Okay. Hi. So, first question we want to ask is, what can you tell us about the North American concert? Everybody can expect this year's show.まあ、日本で1回やったコンサートなんですけども、すごくやっぱりオーケストラとか迫力があって、小さいのから大きなのこういうラインを作っていって、ものすごく体の筋肉を鍛えた心に染み込むような感動できるかなと思います。At this concert that's coming up that are kind of different from the other tracks that we've heard in Final Fantasy XI so far. Can you give us some idea of how they're going to be different, what they're going to sound like? 今までやったアレンジって大体バンド音楽のアレンジがほとんどで、フルオーケストラのアレンジが今回がほとんど初めてに近いので、よりアカデミックっていうか、クラシックもクラシックそうだね、なんか格調高いような感じなんだけど、カジュアルにいけるし、映画音楽みたいな、こう迫力もあるし、すごく小さいことも表現できるし、すごく感情豊かな表現になってるアリーナかな。バンドの時は原曲に忠実に近いですね。そうですね。バンドの時は割とオーディエンスを乗せるというかね、ノリがいいようにアレンジしたいというところが分かったんですけども、そういうことよりももうちょっと音楽的に原曲に自分が聴いて知ってるものに近いんじゃないかな。なんかそれがゲームの音楽ってとてもプレイステーション2の内蔵音源で、理想的にはこういう風に鳴らしたかったっていう音楽が初めて現実の音楽だったような意味なんですよね。So today at the concert for Benefest, we heard what seemed like a new arrangement of Google House. So tell us, you think maybe we'll have a chance to hear that possibly in the North American concert? 今日のコンサートでも思ったよりも皆さん喜んでいただけたので、まあぜひ演奏したいなと思うんですけど、皆さんが望んでいただけるなら、みんなが来てくれるなら、ぜひぜひ皆さんも。So, Kumi, what is your favorite memory of all this time composing and performing music for Final Fantasy XI? 私にとっては初のナンバーズファイナルファンタジーシリーズ初めてのゲームで、何をするにもこうプレッシャーが強かった。だけど皆さんみんなでゲームを作っていく、その大人数でやる初めての開発なので、同じその効果音の人もたくさんいるし、コンポーザーも私一人でミスさんと岩津さんといらっしゃるから、そんな大人数の中であれもこれもっていう中で作っていったっていうのは本当に新鮮で、しかもそのコンポーザーだけじゃなくてその、オペレーターさんも3人ぐらいいてはって、その中でのやり取りでいろんなカラーが出てくるんだけど、それをうまくまとめていくっていう過程、最終的に出来上がった時に全てが丸くちゃんときれいに整ったっていうのは本当に感慨深かったし、とても楽しい作業でした。そうですね、もう10年でも今日やったことも10年前の曲なんですけれども、全然10年前の古い曲っていう感じじゃ全然なくて、アレンジしたのはもうつい1ヶ月ぐらい前の曲なんで、むしろファイナルファンタジーXIは今もライブ続いてるものなんで、なんかそんなに10年経った感じは全然しなくて、ついこの間の続きをずっとやってるような感じがするので、そんなになんか思い出にこうふけるような感じではないですね。僕はなんかいつもこう新鮮に嬉しい。So I'm curious to see what the difference between performing in North America and the difference between performing in Japan is. 私は一人でもアメリカでさせてもらうプレイをしているので、なおさら思うんですけど、アメリカの人は全身で音楽を感じてくれるんですよ。全身で楽しんでくれる。日本の人もみんな楽しんでくれるんだけど、どちらかというとこう集中して聴こうとしてくれる。だけどアメリカの人はみんな一緒になってうわーって言って「もう俺らも楽しむから聴かせろよ」っていう感じでこう構えてくれるので、こっちもものすごく「OK よ」みたいな感じでできるから、とても楽しいです。だからいつも本当いて観客の人にいろいろ「ガー」って言ってもらうのはすごく嬉しいし、またこうやって演奏ができるっていうのはものすごく楽しみです。今日もすごくアレンジとしては結構ノリのいいアレンジの曲だったんですけれども、まあ日本の方は椅子に座ってこう鑑賞するような感じで聴いてるんですけれども、アメリカでやった時はやっぱりもう飛び上がって踊るような感じで聴いてくれて、そうするとステージもものすごく一緒になって盛り上がって、どっちがいいっていうことではないんですけれども、なんか楽しいっていう意味ではアメリカの方がやっぱりステージ上も楽しい雰囲気、それはなんか演奏もやっぱり良くなるし、今度のオーケストラのコンサートでもなんかオーケストラとはいえやっぱり思い入れのある曲だし、激しいバトルの曲もあるんで、そういう時はなんか騒いで一緒になって楽しんでもらえたらすごくいいコンサートになるかなと思います。So there's a lot of fan favorite Final Fantasy XI songs that everybody likes. Different people like different songs. Matt here likes Awakening. He's got the same for Awakening. Can we expect any of these major fan favorites? そうですね。多分皆さんが聴きたいと思っている曲はほとんど入っているんじゃないかなと思います。もちろん可愛い曲やりますし、あと皆さんの好評のサンプル曲も、国の曲のメドレーもありますし、あとはバナディールマーチの歴代のタイトル画面の曲のメロディーもあるし、メドレーもありますし、あとはバトルの曲のメドレーもありますし、多分聴きたい曲は大体入ってるんじゃないかなっていうサンプル。めっちゃかっこいいです。とてもかっこいいです。about to wrap this up, but before we go, we'd like to see if you could say a special message to the people that are looking forward to going to the concert. そうですね、日本ではとてもいい、もちろん日本でもいい指揮者の方にやってもらったんですけれども、アメリカでもこれまた上位一流のアーニーさんっていう素晴らしい指揮者の方に指揮を送ってもらうことになって、それを聞くのもすごく楽しみですし、また皆さんに、VIP チケットというのでお会いできるのもすごく楽しみにしてて、もう僕アメリカにいつも楽しみにしてるので、また会えるのも楽しみにしています。はい、私はそうですね、本当一人でも行ってるし、いつもあったかく迎えてくれるので、いつもクビーって言ってもらえるので、皆さんに会えるのはまず楽しみです。で、そうですね、海外で、日本でもオーケストラと一緒に演奏させてもらうっていうのは初めてでしたし、アメリカでももちろん初めてで、だからもう初めて尽くしが今度はアメリカでできるっていうのは、もう本当に楽しみ以外の何物でもね、今すぐ行きたいぐらい。その上でそうやってね、そのチケットを持っている方とはまた個人的にも話ができるし、本当皆さんに会えるのをものすごく楽しみにしています。